コルモランは第二次世界大戦中にドイツ海軍が収益させた仮想巡洋艦。元来、コルモランはハンブルクのハンブルクアメリカ汽船がフリードリヒクルップシャキール造船所で建造した可客船主体エルマルクであった。これをドイツ海軍が徴用して仮想巡洋艦に改装した。仮巡洋艦として収益後、コルモランは隻の商船を撃沈し、 一隻の連合軍艦船を撃破した。U ボートから撮影されたコルモラン。コルモランの前身の火脚船主体エルマルクは、三島型の典型的な商船型船型であった。仮想巡洋艦として行動する際には、中立国の商船に偽装する必要があったため、武装類は外艦からそれとわからないように隠蔽されており、原型の船型を活用して偽装を図っていた。 手法の15センチメートル単素法は、選手楼と船尾楼の側面部を切り替えて、片弦2箇所ずつ、計4箇所設けた陰剣砲座と、全部、中部間パンカの貨物層に、各1箇所ずつ、計2箇所設けた陰剣砲座に配置した。原則の4機は、公開時には、外反で隠されていたが、戦闘時には、油圧シリンダーで外反が持ち上げられて砲座が現れる。 構造とした。他に、船首楼に7 5トル広角砲1機、船体中央部に3 7トルカノン砲を、片面1機ずつ、計2機を配置していた。後部の貨物層には、アラド196水蒸気2機を搭載し、その発進、収容には固有のデリックが用いられた。手砲には、クルップ1 9 8 5トル単装砲を採用した。 その性能は重量 45.3kg の砲弾を行角30度で19600メートルまで届かせることができた。砲身の不行能力は行角30度、深く10度で300度旋回可能であったが、実際は上部構造物により社会が制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分後から7発であった。 これを6機搭載した。対空兵装として1934年型 7.5cm 単装広角砲を採用した。その性能は重量 5.8kg の砲弾を行角30度で 19600m まで届かせることができた。砲身の不行能力は行角80度、深く10度で300度旋回可能であったが実際は 上部構造物により社会が制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は毎分15発であった。これを1機搭載した。近接火器として 2cm 機関砲を単装砲がで5畳、3.7cm カノン砲を単装砲がで2機装備した。水雷並走として 53.3cm 魚雷発射管を搭載し、 連装水上発射艦と単装水中魚雷発射艦各2機を装備した。他に機雷360個を搭載可能であった。上院の移動用に小型の LS-3 乗機船1隻を搭載した。コルモランの元上院と士艦。コルモランはキール造船所で改装を受け、艦長デトマース少佐が1940年9月10日に着任し、十月に コルモランとして収益した。12月3日にゴーテンハーフェンから出撃し、ソ連の貨物船、ビアチェスラフ・モロトフに偽装して12月10日にバルト海を離れ、12日に交点を利用してグリーンランド海峡を通過した。以後、コルモランはインド洋からオーストラリア西方付近の海域で通称破壊任務につき、11隻の敵将船を打歩、撃沈した。 コルモランと戦い撃沈された合計巡シドニー。オランダの商船ストラット・マラカを装ったコルモランは1941年11月29日、西オーストラリアシャークワン沖約170回里の海域でオーストラリア海軍のパース級形巡洋艦のシドニーと遭遇した。シドニーからは発行信号で船名を確認する胸の信号が送られたが、コルモランは 信号が分からないふりをして、時間稼ぎをした。その後もオランダ商船を装いながら、旗流信号などで、停戦命令に従いつつ脱出の機会を伺い、距離が1300メートルまで縮まった後、コルモランはオランダ商船機を降ろし、ドイツ軍艦機を掲げて、近距離砲戦に移行した。至近距離での発砲となったことから、コルモランの遮断は、初段からシドニーに命中し、 環境や射撃式装置を破壊した。これによりシドニーは有効な対処ができなくなり、さらにコルモランが発射した魚雷が一番主砲塔直下に命中して全部手法群が使用不能となった。シドニーは後部3.4番手法で応戦を続けたが、その後も着弾が相次いで火災を起こし、次第にコルモランから離れていった。コルモランも シドニーの遮断を各所に受け、機関部への被弾により燃料タンクから出火した。また、機関部を損傷したため、消火ポンプの動力が断たれて消火活動ができなくなり、火災が前線に拡大してライへの誘爆の危険が高まったことから、艦長は艦の放棄を決意した。幸い、艦西艇は無事だったので、生存上院は脱出することができた。 この回戦でコルモランの乗員約82名が死傷し、残りの317名はオーストラリアの捕虜となった。なおシドニーもこの戦闘で沈没し、生存者はなかった。ありがとうございます。